になりますが、私だけじゃちょっと心もとないので姫様を呼びたいと思います。私の一緒に MC を来てくださる姫様、お越しください。そうです、奥様、皆様こんばんはじゃん。はい、私プリンセスサムライオブジャパン愛知戦国姫隊の織田信長様が妹イチにござります。あれなんか、はい、私の兄上様にそっくり。いや僕そんな年上じゃないです、確かに勘違いですね。あのこんなにお腹が出てなかったと思った。やめてください、ね、40になったらねやめてください。でもあれですね、はい、40超えてるのに、まだかつて、美しいままでございますね。はい、元祖美魔女でございまするからね。美魔女、ちょっと甘がむ美魔女。えあれなんでもないです。今日はね、面白くいきたいなと思いますので、ぜひ、MC の方よろしくお願いします。はい、しかと務めてまいります。はい、はい、さあ、それではここからは第68回名古屋祭り全国ご招待大喜利大会。さあ、ということでですね、今から武将隊の方々に登場していただき、大喜利を行っていただこうと思います。はい、それではお待ちかねだと思います。早速、武将の皆さんに登場していただきましょう。どうぞステージにお越しください。どうぞ。ではまずは名古屋武将隊の皆さんですね。ありがとうございます。はい、戦国秀隊、そして岐阜城を盛り上げ隊、それからグレートイエスコ青い武将隊、清津城武将隊、そして室戸八甲忍者隊、そして最後は熊本城おもてなし武将隊。ありがとうございます。はい、でももう勢ぞろいで、はい、もうにぎやかでござりまする。にぎやかですよ、本当に、ね、見応えが、はい、もうちょっとこっち詰めてください。そういうのできないんですか。大体わかるでしょう。酒井さん、困ったら僕は酒井さんって言ったら、なんでこんなに有名な人たちがいてわしなの。だから面白いじゃないですか。意味がわからないでしょ。有名な武将がいっぱいいるのに酒井忠次を呼ばない。でもやっぱり今日大変でした、伊勢版は。だからヤバトンのブーちゃんじゃないから。そっくり。いや、そっくりもおかしいでしょ。おいしそうもさ、そうそう、似てる。一緒だ。わしを抜け。一緒わしを一緒。何をしてるの。あのカメラマンの名前後で教えよ。酒井さん、そろそろいいですか。わし悪いの。今のだいぶ救ったと思うよ。ありがとうございます。作っていただいてありがとうございます。さあ、それでは前にことを進めましょう。はい、はい、さあ、今回はですね、各武将から我こそはという代表の方に前に出ていただいて。ちょっと静かにして。おいつ様が怒ってるぞ。僕はもうこっち側なんか、はい、言ってあげてくださいよ。ちょっとちゃんとしてみんな。声援のことで言うこと聞いてください。はい、はい、各武将隊から、はい、我こそはという方、代表の方に、ね、前に出ていただいて、はい、予選を行います。 ABC 予選を行って勝った方、まあ、大喜利をしてですね、非常に面白いな、拍手が大きかったなと思う方、上位2名の方に決勝に進んでいただきます。決勝に進んでいただいた計6名で決勝戦を行って大喜利王を決めたいと思いますですね、酒井さん。わしに振るな。多分ね、酒井さん面白いこと言いますよ。拍手。ちょっとマイク使って喋ってもらっていいですか。はい、え、しっかりして。あれですよ。でもね、酒井様、皆さんこうやって僕がこう喋りかけてるじゃないですか。だから皆さん安心してると思うんですよ、実は。けどこっからがもう本当に、いや、だからわしの会話をしない。前に進めていきたいと思います。はい、さあ、それでは早速 A ブロックの方を紹介していただきたいと思います。はい、では A ブロックを紹介いたします。はい、名古屋おもてなし武将隊から前田慶次殿。
正体から酒井忠次殿、あ、間違えちゃった、ごめんなさい、はい、そして清洲城武将隊ひらめき組から柴田勝家様、はい、ちょっと席順が違いますのでね、話し入れさん、どっちの方、あ、一人、5人でいいですか、5人でごめんなさい、失礼しました、武将の皆さん、失礼しました、バツクシムなんですね、そうですよ、で、はい、あのもうマイク持っていただいて使ってくださいね、マイク、はい、ケイ様、うん、お声を聞かせてください、目指しも、この地はどこか、尾張名古屋であるゆえに、名古屋おもてなし武将隊必ず勝つ、ただ、変わったら、すぐに、お敷に投げる、おし、ちゃんと打ち合わせして、準備しといて、以上でござる、はい、とし様、いきなりぐらいだ、可愛い笑顔してますね、ありがとうござる、以上です、あー、そうか、あの、わしの星で簡単にいじらんといてね、失礼いたしました、こう見えても石川県を作られた方じゃから、そうですよね、はい、ありがとうございます、いや、なんですか、すいません、槍で刺さないでください、いや、大丈夫じゃん、はい、たった一人武器持ってきたから、そうですね、はい、船の戦なのに、はい、すまん忘れたとか言って、はい、いや、いると思いながらだけど、はい、そうですね、使うかもしれんね、おじき後ろに構えとるでなきゃ、しかもわしとすさあ、それでは早速座っていただいて、うん、はい、総合力さえ決めたな、よろしいでしょうか、それでは A ブロックのお題はですね、後ろに出ますのでしっかりと見ていただきたいと思います、それではよろしいでしょうか、 A ブロックのお題こちら、信長は不機嫌です、なんと言った、殿丸々でござる、皆さんも考えていただいて、すぐ僕振りますよ、なんかシーンとそんなやめてほしい、はい、そうですね、その殿、はい、一つアイドルで、いいです、あ、ぜひ、面白いです、俺は信仰があるから、信仰があるから、信仰があるから、すごいがいいと思った、これがいいと思う、本当に素晴らしい、清正アイドルもな、みんなでやった方が楽しいもんな、こういうのはな、いやいや、本当に勘弁していただきたい、誠に、いやどうしような、ちょっとの一生懸命佐野殿がやっとるし、はいはい、そうなんですよ、その間、はい、わしが進行を務めます俺の仕事誰だよ、皆さん考えていいんだよ、俺はもう違うじゃないんだよ、シンプルであればあるほど難しいからな、こういうお題はもうポンポンこれは言っていいのかな、はい、行きましょう、もう、うん、もう完成した人から、完成した人からテンション楽しみにして行きましょうか、一緒に考えても良い、え、誰とですか、私と、いや、そのこと使わんけど、身内一緒に考えても良い、あ、身内とね、うん、あ、いや、清正に聞いとる、その殿じゃなくて、結束であれば良い、お、やだ、結束であれば良い、いやいやいや、マジで何もさあさあ、こういうのは勢い大事だから、そうね、私から行くわ、あ、では、貴重様、信長様が喜ぶと言ったらこれしかないでしょ、殿、部屋にて機長様がお待ちでございます、なるほどね、あ、いい滑り出し、いい滑り出しでございます、機長様ならではのワードかもしれんな、これは、まあ、みなみな苦戦しておるかの、苦戦してますよ、柴田様、柴田様腕が整いますぞ、行きましょうよ、どんどん皆さん、前振りをしてくれない、あ、では何回答えてもいいの、はい、はい、ではどっちからじゃない、1回1回でしょ、はい、1回何回でもいいですよ、何回でもいいですよ、何回でもよい、どこでもいいだろう、はい、この時アドル振ってください、はい、では参る、信長様ご機嫌でござる、なんと言った殿、本能寺の耐火性能が上がりました、俺の番号だ、俺めちゃ緊張してた、あー、そうですよ、わし出ちゃいまして、ね、熱いだろ、あー、かぶってる、かぶってる、もしかぶってる、わしね、わし、はい、では柴田様、信長様はご機嫌でござる、
何と言った殿、吹き抜け構造でござる。なるほど、形がない。1人何本でも良いと言ったが、時間の都合上1回という。おい、うわー、おい、書いてあるじゃん、そっち読んでみて。いいの用意してたのに。いや、ケンジ殿、ちょっと今週のやつ巻いてよい。はい、では信長様はご機嫌でござる。何と言った利家様が誘っておるでござる。誘っておると。なるほどね。ちょっと貴重様のと同じ空気を感じる。まあ、トライをしない、トライをしないじゃな。じゃあそれは私いきますさ、はい、あ、信長様、はい、ご機嫌でござる。なんと言ったか酒井ヤバトンでござる。どういうこと。濃い味も食べれるし、ヤバトン大好きなんだろうなって思って、うんうん、あの信長様はね、そこにちょっと分かんないけど酒井つけとけばちょっと面白いかなと思って酒井つけました。そんな万能じゃないぞ、わしは。万能じゃないから、まあ、ありがとうございます。あ、では最後に、はい、ご一様。はい、私、はい、では言ってくださりません。信長様はご機嫌です。何と言ったでしょうか。紅白歌合戦に出陣でござる。ちょっと間違えました。手虫みたいなのが真ん中に。はい、歌がね、お上手でございます。なるほど、はい、確かに。よし、進行、進行お返しします。はい、それではじゃあ拍手で決めたいと思います。それではよろしいでしょうか。いいですか、拍手で決めますよ。そして最後のジャッジは私が決めますですね。はい、それでは名古屋おもてなし部招待、前田圭司様、よかったよ。名古屋の旅よ。さあ、続いて愛知天国姫隊、お市の方がよかったよ。おい様、素晴らしい拍手が。さあ、続いて岐阜城盛り上げたい、機長様、よかったよ。おおおお、はい、さあ、そ続いてグレートイエスコ青い武将隊から、酒井様、よかったよ。さあ、そして純粋の武将隊、ひらめき組から、勝井様、よかったよ。吹き抜け構図じゃあ、これしかも大きいじゃないか、あれ。ということで1位はやっぱり酒井様。おお、そして2位は誰だ、ケイジ様。やったなー、やったなー、やったなー。わしが2位だったらもう優勝だ。やめて、まだあの上位2位ですからね、この後どうなるか分かりませんから。はい、さあ、続いて予選B ブロックに移りたいと思います。予選 B ブロック、はいはい、紹介のほど、はい、では戻ってまいりました。はい、予選 B ブロック、はい、徳川家康と服部半蔵忍者隊、服部半蔵殿、熊本城おもてなし武将隊、島津義弘殿、名古屋おもてなし武将隊、加藤清正殿、はい、愛知西国姫隊、前田松姫。問題でございます。はい、岐阜城盛り上げ隊、明智光秀殿。はい、じゃあとなりますか。はい、さあ、それではもう早速トントントンと行きたいと思いますので、お座りください。それでは B ブロックのお題を発表させていただきます。お題はこちら、信長とあの有名な逸話、豊臣秀吉は草履ではなく何を温めた。あの逸話知ってますね。あの逸話ですね、はい、存じ上げております。さあ、それではシンキングタイムでございます。マツ様、頑張って。こういう、あれですか、刑事様、刑事
様、戦国時代こういうなんですか、大喜利みたいなのはあったんでしょうか。大喜利チックなことはございませんけど、トンチが聞いた話でござったり、はい、まあ、いわゆるダジャレみたいなものがござって、かつて信長様はダジャレが好んでおって、はいはい、加藤という歌詞に戦に勝とうというふうに言ったことが実際残ってるくらいでござる。あんまり反応良くなかったな。信長様申し訳ございません。内心で嘘だろうと思っちゃいましたよね今ね。はい、さあ書いた方からですね挙手をしていただいてよろしくお願いします。もうどんどんこれで、ね、行った方がいいですよ。じゃあ加藤清正様、じゃあ行きます。よし、はい、じゃあ読みますのでね。はい、信長とのあの有名な逸話、豊臣秀吉は草履ではなく何を温めた。かじかんだ。おぉ、父上さんと、よくやった、よくやったぞ。ありがとうございます。想像以上の盛り上がり。じゃあ明智光秀様、明智光秀様行きましょう。信長とのあの有名な逸話、豊臣秀吉は草履ではなく何を温めた。懐。おこれは横領したという。あ、そっち、そっち、ポッポの方、ポッポの方、ポッポの方です。なるほど、派手めの、はい、なるほど、なるほど、派手めのポッポ、はい、さあ続いて、はい、松様行きましょうか。松様、はい、信長とのあの有名な逸話、豊臣秀吉は草履ではなく何を温めた。ひらがなの運にござりまする。おお、何事も最後が肝心にござります。終わりよければ全てよし。なるほど、あのこれ、まあ、ひらがなの終わりとおしまいの終わりと終わりつくの終わりをかけております。ありがとうございます。ダメだね、はい、それではハード様、はい、それではいきましょう。信長とのあの有名な逸話、豊臣秀吉は草履ではなく何を温めた。就寝中、吐息で肺を温めた。肺、肺、さようでござります。肺、肺を、肺を、いや、体外、足を体外温めた。いや、それだけの愛ではとどまらぬということで体内も温めた。ね、なんか猟奇的な答えでございます。奇妙な、奇妙な絵まで描いてますよ。さあ、ハード様、ちょっとあれ、ハード好き、大丈夫です、ハード様も大丈夫です。大丈夫か、大丈夫か、僕もらっときます。はい、ありがとうございます。さあ、それでは島津様、はい、お願いします。あ、振り振り返り、あ、ごめんなさい、忘れてました。信長とのあの有名な逸話、豊臣秀吉は草履ではなく何を温めた。秀吉様が温めたのは川屋の便座。おお、なるほど、なるほど、これは嬉しい。さあ、それでは早速拍手で決めていきたいと思います。皆さんね、前にちょっとフリップを出していただいて、お客様に一度ね確認していただきたいと思います。それでは服部半蔵さんが良かったよ、拍手。はいはい、島津様が良かったよ、拍手。はいはいはい、名古屋お寺支部長代から加藤清正様が良かったよと一緒。姫代から松様が良かったよ。前だけの圧がすごい。はい、そして明智光秀様が良かったよ。むずい、難しいですな。はい、さようでございますな。まず決められない名古屋の清正様は確定でございます。ありがとう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 ございます。次を一様決めていただきましょうか。決められないですか。もう目で訴えてますしますのはつぶらな瞳にございます。はい、では熊本城もてなし武将隊の島津義秀殿。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。決勝進出でございます。さあ、続いて C ブロック行きましょうか。早速、はい、
では C ブロックね、はい、読み上げたいと思います。はい、 C ブロックはグレート家康公青い武将隊本田忠勝殿、はい、清洲城武将隊きらめき組茶々姫、徳川家康と服部半蔵忍者隊リン殿、熊本城おもてなし武将隊加藤清正殿、以上にございます。はい、なるほど。せっかくなんでね、はい、あとまあ2席あっても、まあ、もうこれは決勝で最後取っとくとしてですよ、せっかくならやっぱり武将さんだけじゃなくて、うん、陣賀さんの方も陣賀さん代表トーマ様、トーマ様ということはお一人はメンデスかわしで、はい、ありがとうございます。もう一人夏だな。まず、夏行きますか。夏、ごめんなさい、呼び捨てしまいました。夏さん、お願いします。すいません、本当すいません。ツイッターで文句言わないでください。呼び捨てすな。ごめんなさい。夏さん、すいません。足軽二人出てもよいですか。いいじゃないですかね。二人でここでね、はい、ここでね、はい、じゃあ、着席していただいて。はい、熊本から清正様、意気込みを。もう今日は、はい、これに標準を合わせてまいった昼間もっとやるとこがあったでしょうよ、はい、さあではね、早速問題の方いきたいと思います。お題はこちら、徳川家康の決め台詞はさあこれはね、もうね、うん、私も、はい、夏さんも書いてください、はい、いやもう書いてください、もう書いてください、書いてね、書き終わったらすぐ挙手していただいて。本田様、得意ですか、こういうトンチの効いた。はい、やはり我らの隊には酒井殿という、はい、岡崎一のギャガーがおりますので日頃から教育を受けております。なるほど、ではそのね、血をしっかりと受け継いでお任せください。わかりました。もう余計なこと言うな、田中さん。ちゃんとやれ、さっさと。あ、な、酒井様。な、なに？静かにしてもらって。わしじゃないかいな。じゃあごめん。さあ、皆さん、書いた方からね、ぜひ挙手していただいて。お、トーマさん。トーマさん、行きますか。それでは、これはもう大喜利でございません、はい、列車よみがえって11年、はい、徳川家康に突き従って、はい、列車が一番面白いと思った家康様の決め台詞でございます、はい、なるほど、名古屋もてなし武将隊の家康様の決め台詞ですね、はい、それではいきましょう。徳川家康の決め台詞は開封するぞはい、はい、よくにございます。家康はすぐ開封しがちということになりまして、はい、江戸幕府をはじめ遠藤寺商店街でも遠藤寺幕府というものが開封されておられまして、はいはい、すぐ開封されま す, そうです、ね、これはもう持ち立てではないかと。なるほど、思っております。はい、わかりました。開封するぞというところですね。はい、開封するぞ、開封するぞ、ね、はい、わかりました。さあ続いては、はい、はい、それでは陣賀さんの方々ね、やっぱ強いですね、こういう時ね。はい、徳川家康の決め台詞は未来ない将軍。あー、未来ない将軍ですね。これは徳川家康様が演武の折に以前やっておいででございました、はい、お子をあやす決め台詞でござりまする。そうですね、なるほど。これは最近はやられてないんですか。近頃はあまりやっておいででございませんゆえ。あれはぜひやっていただいてね。でもね、やってやってって言うとね、徳川家康様ひねくれてますからやらないんで、はい、そんなことございませんよ。そんなことございませんよ。そんなことございませんよ。何を言ってるんですか。物枠の裏を行かれるのが家康でございます。なるほど、なるほど、潮深いのです。なるほど。さあ皆さんいいですか。はい、清正様、清正様、行きましょう。お、それでは行きましょう。徳川家康の決め台詞はどう。人の一生は重きに覆ってと陰日を行こうがごとし急ぐべからず、いつまの思いがお主らを導くか。鬼の親回復をぞ
徳川家康である。あなんか公認したみたいですね。これは本当の決め台詞や。これは我らが書いて徳川様 の、 あの名乗り口上に行くのも、はい、あんま言うてくれ。最後のハートですね。家康である。ほうってまんまできてる。うわちょっとためがちのこれ。ほうなるほどポイント。なるほど、そのまんまでした。はい、さあ続いていきましょう。続いてリンさん。はい。はではよろしいでしょうか。お願いいたします。誰かどっかのキャラクターがいるんですか。お願いします。あの拙者が話しておりました。リンさん、あ、そうですか。すいません、すいません。いきますね。はい、徳川家康の決め台詞は、これは拙者が実際に家康様に言われた言葉にございます。名古屋城で拾い食いはやめなさい。どういうことで、これ決めてるか。拙者の言葉ではございませんか。そうなんじゃけど、はい、拙者にとっての、はい、あの痛い一撃となって、はい、名古屋城はあのこの季節になると鳩が来るじゃん。で、鳩がこの身をなずっとつっついとるわけ、はい、で、ゾウに食うから拙者もちょっと送ったら分からない。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。キュウベルスな。すいません、気をつけてくださいね。はい、では皆さんもね、今日明日と名古屋城ね無料開放してますから、ぜひ木の実食べに行ってください。どうするんだ増えたら。すいません、はい、さあそれではチャチャ様行きますか。チャチャですね、それではよろしいでしょうか。ちょっと家康様がいないからやれるもん。はい、行きましょう。それでは行きましょう、はい、徳川家康の決め台詞は、どっぷんだ。なるほど、味方がまだ何か、まだ何か深い意味が、だっぷんだと、だっぷんだと、だっぷんだっていうのをかけて、はい、あー失敗だ。いやいやいや、面白かったですよね。ただ下品だっただけで、はい、ちゃんとしたい、はい、出します。ちゃんとしたやつ、ちょ、出してこうか。はい、それでは行きましょう。徳川家康の決め台詞はドン。泣かぬならカラッとあげるぞ、ほどとです。なるほど、カラッと、よく頑張った。優しい、もう一度。はい、さあ続いて最後になりますかね、本田忠勝。はい、しんがりでいきます。はい、うちの殿が、はい、こう用意とると思います。徳川家康の決め台詞は、味噌に代わってお仕置きじゃ。あー、なるほど、なるほど、さすが岡田君でございますね。やりきりました。やりきりました。それよりもその裏の、なるほど、半蔵殿の吐息のやつが気になった。もう違うページにせえ。もうね、はい、さあそれでは早速拍手の方で決めていきたいと思います。本田様からいきますね。では皆さん、ぐるっとここで見せていただいて、ちょっと今回難しいのかな。さあそれではいきましょう。本田様がいいよっていう人は手を挙げて。間違えました。拍手。審査基準変えるでない。すいませんでした。なるほど、チャチャ様が良かったよ。拍手。さあそしてリンさんが良かったよ。拍手。続いて加藤清正が、間違えました、加藤清正様が良かったよという方、拍手お願いします。みなしも拍手よ。なるほど、そして東馬様良かったよという拍手。那須さん良かったよという拍手。いないいない将軍。おー、結構決めにくいですね、これ。拮抗しております、拮抗しております。さあそうですね、非常に僕は難しいなと思っておりますので、ですね、期待を込めて
で、熊本城持ち出し武将隊の清正様そして、東馬様マジですかあれ、特別枠が決勝行っちゃった特別枠が決勝行くやつ、よくあるじゃないですかああ、確かにな、はい、ということで、決勝進出でございますでは皆さん、決勝残られた方はですね、前の方に来ていただいて戦う準備をよろしくお願いしますじゃあご紹介をはいでは予選 A を打ち抜いて、勝ち残ったのが名古屋おもてなし武将隊前田圭司殿よっ前田圭司様そして栗戸康子青い武将隊酒井忠次殿はいそれから予選 B を勝ち抜いたのが熊本城おもてなし武将隊島津義弘殿名古屋おもてなし武将隊加藤清武殿はいそして予選 C を勝ち残ったのが熊本城おもてなし武将隊加藤清武殿そして名古屋おもてなし武将隊陣笠の東馬殿以上にござりまするありがとうございます、はい、おここで清正様、名古屋と熊本の清正様が加藤が並んだぞいやありがとうございますよかったですそして安井姫がかわいいというかこれ名古屋率というか和紙率というか高くないか3分の2か新しくただほぼ加藤ほんいやでもね後ろからもしあればぜひ参戦していただいて、はい、どんどん出ていただいても構いませんのでねさあそれではお座りくださいいやなんかドキドキしてまいりました、ね、はい明智のみっちゃんは皆さんにエールを送ってあげてください、はいまあ、ちなみに、はい、ちょっと今喋ってるんでちょっと失礼しますあ自分のことだけ考えるのやめてもらっていいですかはいそれはあのセンターの悪いところでございますみんな頑張ってありがとうございますみんな頑張ってってみんな頑張ってありがとうございますはいさあ、池山さんは何かありましたかこれ、大喜利王になったら何かもらえるのおお欲しい大喜利王になったら何かもらえるんですよねなんか、あの、はい、ヤバト1年分とかおお生でマッシュを見に行けるのかかわしはもう責任者じゃないかなそれヤバトさんにいいですかまあ、いいよあるよ、あるよケンカじゃあ、いよいよわしヤバトンの人なの坂井殿よしよしよし頑張るぞよし皆さん、はい、ヤバトン1年分でございます頑張ってください、はい、それでは行きましょう問題ですこちら最新の甲冑この機能いるどんな機能さあさっと考えていただいて坂井の得意なやつさあ皆さんねもう助けてくれる姫君たちがいらっしゃいますね優しいはいさあどんどんね分かった方からいきたいと思いますよなんか2人の加藤清正殿がね並んでて、はい、八曽姫がね一生懸命けなげにこのアドバイスをしておるというのが聞こえますしはいなるほど酒井殿行きましょう酒井殿はい島津様からいきましょう島津様じゃあ、問いを読ませていただきます最新の甲冑、この機能いる？どんな機能？ Bluetooth に接続うわうわ、よしよしどこと繋げんねんっていう話ですねなるほどさあ、続いて、ケイジ様最新の甲冑、この機能いる？どんな機能？死亡保険がついておるあああれは、いるだろう名古屋のためよなるほどこれね、この甲冑でちょっとね傷ついたら保険が降りるという素晴らしいそうか、国ごと守れるもんねそう、さよさよさあ、続いておはい、加藤清正様、はい、熊本の熊本の、はい、熊本のわしが熊本の、はい、行きましょう最新の甲冑、はい、この機能いるどんな機能精神安全機能いや、こう、切りかかったらちょっと止まっちゃうっていうああ。なるほど優しい仕様じゃんクッと止まるやつですねはいじゃあ
酒井殿はちょっと置いといて。なんで名古屋の加藤清正様。かたじけない、よしなれ。では、わしまいるぞ。池正、肩にドリンクホルダーが。わし同士で笑いやがら寝ようか。わし同士で笑いやがら。じゃあ笑ってるじゃないですか。自画自賛。酒井様いきますよ。はい、最新の甲冑、この機能いる？どんな機能？まあ、わしは本当にいらないんだけど体脂肪率測定。なるほど。酒井様酒井様はいらないけど、いらないけどいるとか、はい、ついてる。さあ最後はトーマ様。トーマ様いきましょう。トーマ様、最新の甲冑、この機能いる？どんな機能？ポチッ、わー、ドンドンドン、ガシャガシャガシャ。ボタンを押すと、この活性の音が鳴る音物資がついておる。カワイヤについてる。音姫ならぬ音物資が。音物資ですね。音物資。あー、なるほど。面白い、はい、そのね、臨場感味わえると。大丈夫だね。いても活中、活性気分。なるほど。さあ、それでは早速皆さんね、拍手で答えていただきたいと思います。これはナンバーワン天下人が決まります。お、天下人が、はい、ここで全てが決定でございます。それでは行きましょう。前田健二様が良かったよ。ヤバトがかかっておる。はい、ありがとうございます。酒井様が良かったよ。なるほど。続いて名古屋の清正様、よかったよ。肩のドリンクホルダー。さあ続いて熊本の清正様、よかったよ。稲子も拍手じゃ。なんでお母様。おらんのよ、わからんのよ。続いて島津様、よかったよ。あー、さあ最後はトーマ様、よかったよ。わー、どんどんどん、ガンガン、ガンガン、バカバカバカ、わー、逃げろー、わー。さあ、それでは決まりました。第68回名古屋祭り全国武将隊大喜利大会、大喜利王は島津様。ありがとうございます。島津様、前回出ていただいて一言お願いいたします。そうですか、はい、名古屋の地で島津が勝つっていう、ちょっとなんかな、ちょっと気まずいんですが。いやでも大喜利王だから絶対最後面白いこと言う。おお、絶対面白いこと言う。なるほど、島津さんお願いいたします。では皆、改めてこのわしはかつて鬼島津と呼ばれた男、島津義弘であるが、今日たった今この時から鬼島津ではなく大喜利島津に変えようと思います。すごいです、これね。え、からのからのからの。そして明日からヤバトン楽しく食べます。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ熊本の方にもですね、広めていきたい、いただきたいなと思いますので、島津もよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは時間ももう終わりの時間となってしまいました。皆さん、はい、ずっと前の方に来ていただいてですね、せっかくなら少し前まで行きますか。机の方がね、ちょっと、はい、机の前に来ていただいて、最後この第68回名古屋祭り1日目最後ということで、名古屋おもてなし武将隊利家様より締めのご挨拶をお願いいたします。みなみな、誠にこの名古屋祭り初日を無事終えることができて誠に嬉しく思う。じゃが名古屋祭りはまだ半分、明日ももっともっと盛り上げる所存であるがゆえに、明日もみなみな楽しみにしておくとよい。ありがとうさんじゃ。では最後に我らで勝ちどきにて締めてもよいかろう、佐野殿。もちろんでございます。では参ろう。わしがえいえいおーと見た理由で、それに合わせて拳を突き上げてちょうよ。では参ろう。
名古屋祭り初日の成功と明日のより大きな成功を祈って勝ち抜きじゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおーありがとうさんちゃった。ありがとうございました。初日の第68回名古屋祭りはこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。部長の皆様などもありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは順々にですねお願いしていただいてありがとうございます。ありがとうございました。サガエドのありがとうございました。さあそれだけでございます。明日もよろしくお願いいたします。怖いもうちょっと冷静になって、はい戻って戻って、はいハウスハウスハウス嬉しいくせにもうあの着ぐるみいりませんからね。そうですね、はい、本当に引っかかったりなっていただきたいなと思っています。さあ長い時間本当にありがとうございました。また明日もお待ちしておりますのでぜひお越しください。最後に貴様何か、はい、そうですね、もう今日ねこの日をね皆と共に過ごせたこと本当に嬉しく思っております。今日のこの一期一会の思いを込めてまた明日明るく楽しく迎えてまいりたいと存じまする。ありがとうございました。ありがとうございました。一日ですねここの広場でですね MC させていただきまして、はい、まだまだもっと盛り上がるなとこう期待を込めて明日につなげたいなと思います、はい、ぜひ皆さん安全に安心して来ていただきたいなと思います。それではまた明日会いましょう。さようなら。